東京で寿司屋っていうので探したらさ、一番上にあの食べログで来たところに入れてやろうと思ったら、あのなんか予約がたくさんありそうだなと思ったんだけど、まあまあつってもってかけたわけで、したら今から予約の状況教えてもらっていいですかって言ったら、あ、分かりました、土日でしたら7月、ウィークデーでしたらもう少し手前でもありますけどって言われて、へえっつったら、それ来年のだよ、へえマジっていうとこもあるぐらいなのよ。お前なんや、絶対入らねえわボケ。うそー、そう、そういうとこもあるよね。でもね、前もってな、スケジュールを、ないでしょ、忙しいから皆さん。いやいや、でも逆にその事前に言ってくれればそこは何とかするよ。いやでもそういうの気分であるやん。お前やそのような気分すぎる。どうだよ。でそれで、あの例えばどこでなんつってメールあの送っても帰ってこないとかっていうかさ、いや俺言ってひどい話や、これがひどいの、こいつのひどいのはさ、散々なんかうちな、いろんなことでね、こんなことがあって、こんなことがあって、こんなことがあって、思ったらと思って一生懸命だから、もう目いっぱい長い長いだったら、一回マネージャーの人にはこういうふうに言った方がいいし、いやちょっともしかしたらこういうふうな言い方もいいかもしれない、だからそっちがダメなんだったらこういうふうな形とこういう形のがあるからこれ試してみてって送るじゃん。普通さ、せめてそれに関しても了解ぐらいはあるでしょ、うん、そうですね、ありがとうと、普通ですよ、だって相当な悩みを言ってるわけだから、うん、送るじゃん、うん、3日経っても4日経っても同じ、何の大人さもね、全然やっぱりあのメールで言いたくないのよね、俺を電話しろとしたら、電話しろとしたら、その場で電話しろ、電話もあかん、ちゃんと顔を見た時に、なあなあ、メールで言いたくなかったらメールすんなこれ見ようだよ、アホか、じゃあメールやと残るやん、何回も見れるやん、うん、それが欲しかったの、うちは、意味わかる、でしかもそのな、なんか了解とかありがとうとかお休みとか言うとまたいいよ全然みたいに返ってくるやん、うんうん、いいよ全然に対してまた全然もういつもありがとうとか言ってなんかその終わるタイミングもさ、なんかだから気使ってんのよ、だけど唯一、うん、その場合お前から投げてきたんやったら唯一こっちで終わらせろなんでお前が終わらせてんだよ、それはやっぱりオッケーあ、ほんか違うだからオッケーってまた返したら優しいから、うん、やっぱりこう返してくるんじゃないかなと思う、違う、そう、でもじゃあ確認できた、お前なんでうちから違うお前もうええやん、分かってうちから違うやん、諦めないでどっから入るのよそんな便利じゃんうっさいな、もうやだ、もうほんと、はい、ということでございまして、他にもですね、こちら、はい、大阪のシンから西川さん、レオさんと翔子さんとマニアックの話題で盛り上がる楽しいけど、もっともっとファックスを見てくれと忘れてた、あ、来てますね、忘れた、あ、ほんまや、最近のファックスはね、静かなんだ、静かなんだ、ごめん、紙全然ねえわ、紙ください、紙がない紙もらっていいですか、紙がない、溜まってる、データで溜まってる、データで溜まってる、うん、ということメガバイトで溜まってるよ、メガバイト、他にもね、あ、ちょっと見てもらおうか、はい、いっぱい、ということで、このご時世さ、やっぱ手作り嬉しいよな、なんでイラスト渡されて、俺いや、嬉しいやすごい、ロンドンオリンピック以来ね、これ NHK のこんなかわいいちょいちょいあるイラスト紹介するなんてイラスト、はい、すごい愛があるね、やっぱファックスはこういうとこがいいね、うん、そうメールとかじゃね、あったかい、うん、手書きってやっぱいいよね、やっぱみんなもうファックスだけで最近さ、メールも手書きできるやつあるでしょ、え、そうなの、多分アプリがあるのよ、なんやもう、ケーキの上にろうそくがあるのか、うん、なんか掘り抜かれてるなんかね、そうね、外すごいあの、なんかねあのモンゴルの城みたいにこう城壁ができた中に街があるみたいな、なぜかハッピーとバースでどっちかにしてもらったらそうだね、英語かカタカナかね、西川ちゃんって呼ばれてんの、まあみんな親しみ深くね、西川さん、ワックス込みすぎです、うん、せっかくの生放送見れないです、台数を増やしてください大変だよそっち目になっちゃってるだだ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 バカか違うわだってすごい人数見てくれてもね、まあまあ、え、ちなみに今何人ぐらい見てくれてるんですか、ちなみに今の83,000、お前のこのな、どうしようもないお前のその性癖とかこれまでの、いや言ってるよ、ね、そんなこと、スノーボーダーのハックから付き合ってきたこの彼とのね、繋がったりとか、そんなのありなの、何何何何がなんて、最初のほら、最初の彼、スノーボーダーの彼からちょ、言ったー言ったー言ったー、俺はドッキリとさ、これですよ、さんニコニコのこちらですよ、座っとき、座っとき、いやいやいや、もう言わない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 、いや、そう言わない、
だごめん、もう言わないから。もう言わない。うちぶっちゃけからキャラでやってきたけど、それ言ってないやつやで、うち。だって言ったらあかんやつやもん。いや俺びっくりした今。いや前回もね、家の場所もね言われた。いやさっき俺も 今住んでるね場所教えろじゃなくて、Google マップで出すの。塩止めに住んでる。ちょ、もう言わない。大丈夫、残らないから、残らない。違う。でしょ。でもほんまどうしよう、うちそれさ。生放送だ。残ってない。そうそう、消え、みんな消えてくよ。いや、ファンは見てるし、もう残ってない、もう残ってない、もう残ってないよ、もうみんな忘れてる。だからそれを超える話題を出そう。あ、そうだ、今じゃあもう自分の話しよう。はい、言って、早く、今すぐ。まあまあまあ、いろいろね。俺ロンドンいる間にも、ロンドンにも届いてる、ロンドンにも届いてる。すげえな。やっぱりすごいし、ブロードマンだ、すごいな。ユーザーの皆さんからメッセージがたくさん届いてるわけですけども、たくさんのメールフォームから、どんどんメッセージに送ってください。よろしくお願いします。今日はある方から VTR でおめでとうメッセージを届いてる。あららら、ちょっと見てみましょう。お願いします。西川さん、41歳の誕生日おめでとうございます。que já tem muitos anos da música e percebe muito de música. Espero que tenhas muito sucesso e sejas feliz. Mantenha a pedalada que tem de música. La 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 la。いや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 、まあそれはミヒル君今すごいね話題になって、最終読み捨てやったからな。な、こういう運命なんやな。いやでも嬉しい、ありがとうミゲル。あの実はもう先週なのかな、この稲妻ロックフェスのショーケースっていう形でニコバーレでやったライブの時にミゲルも来てくれて、そうそう、で一緒にライブやったりとかして、今回この間まあメッセージくれてたと思うんですけど、俺も家で練習したもん。嘘。YouTube 見て。結構みんな練習すんの。みんなあれ歌っちゃう。俺もしたい。俺もしたい。教えてメロディ。何が？何がじゃないよ。ビキッとララ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 ラ。タケ、ショーリキ。わかった。いい、うまい。え、これ地声で行くの？これ行くの。この人本当うまいよ。ララ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 ラ。はい。ということでございまして、まあまあね、とりあえずみそのじゃあ質問とかは大丈夫なのかな、うん、今日はね。はい、ということでございますが、もうまあ暴れて、うん、ゲストの皆さんにはいろんな質問に答えてもらいましたけど、逆にじゃあね、せっかくなんで、うん、いつも通りね、ここで、うん、まああのぶっちゃけで聞きたいことはないかなというところで、はい、続いてはこちらのコーナー行きたいと思います。西川ちゃんにそろそろ聞いてみたー。来たよ、これがいるらしいよ。基本的にね、こう普段だったら遠慮しちゃいそうな質問を今日はあえて受け付けていただきたいと。違うよ、お前バカじゃないお前の彼どんどん言うぞ、もっと言うぞ。いやいや、これだったら考えろお前。はい、ということでございまして、まずはショーから、はい、俺に聞いてみたいこと、西川ちゃんに聞いてみたいこと、ことはこちら。漫画ね、はい。何ですか？漫画、はい、来た。じゃじゃん。はい、じゃじゃん。聞きたい。お前らさ、すごいね、大概この話ね。すごいね。いやいや、そりゃそうだよ。これ聞きたいっすよ、あの家もね。もうすごいんだから。俺結構いろんな、まあこのね、あの業界の方のお家行きましたけど、西川さんとか一番すごい。嘘？思った？いろんな人の、数々の芸能人の方もね、と家行ってるけど、もうずっと、すごい、すごい。俺もでもずっと言ってたもん。俺あの犬の部屋で生活できるもん。だからあそこ行ってるよな。過ごせる過ごせる。あとクローゼットもね、やばいよね。持って帰りたいのよ、何個か、うん、だからもうないのよ。やば、あ、なるほどね。それほどすごかったってことだから。いや、うん、まあないことはないけど。
だからなんつうの、ほらもうお金じゃないじゃん俺たち。いやいやそうですよ。つうかさ、まあまあまあ、なんつうの、俺だからなんつうかな、とにかく、楽しいこととか、まあそうね、なんかやっぱこれから考えることはなんかあのうちも、はい、単に俺が好きでこうしたいああしたいだけじゃなくて、やっぱこうこんだけ仲間も多いし、あーなるほど、でそいつらがやっぱ来てくれることを前提に作ってるわけ。いや確かに、でもねすごいパーティーしやすい、そうそうそう、くつろげるよね。なんか自分の趣味だけでなんか自分のなんか集めてるなんかだけ飾るためになんか部屋があるとかじゃなくて、じゃない、もう一番メインであったのはもう人が来ること前提。だから僕らとか行くじゃないですか、たら、まあ、バーカウンターみたいなのあるんですけど、バーカウンター見たやつがもう完全なバーカウンター、そこで西川さん自らが作ってくれる、もうバー西川みたいな感じで、すごいのとにかく、まあ、まあでも一番唯一疲れを癒せる場所だからそこにお金かけるとなんか本当に、だからそこにだってそこに使ったらきっとほらみんなも来てそこでまた返せるじゃん、でフェスとかで本当だからこの間の稲妻もすごい良かったのよ、だからまあだから今までさやっぱぶっちゃけこの5年6年ぐらいまでまあは本当に正直全然人見知りやったから、全然な、だから俺本当よ、もう前初めてご飯食べた時にたまたま西川さんが最初に来て個室だったんだけど、もう端っこでこうやって一人で携帯見てびっくりした、あの西川さんがと思って。そうでもそれぐらいだったのがやっぱまあ正吾とか、まあね、こうやっているやつら、でもそうだけどそうやってみんながいて、それでそっからさ、じゃあ今度楽しかったから友達連れてくるわっつって、みんなどんどん集まってきて今の状態じゃん、だからこれは本当にこうみんなのおかげであるからってことは、そこにそういう風になれるようにそういうのがいつもできるようなところを作りたいなと思って作ったのがあの家だから。いやもう素敵な家ですよ。そうそうそう、でもそうかも、まあ、家で音楽もできるしね。そうそう、つうかやっぱすごい本当にそれですごいいろんなものが開けたわけだから、稲妻なんかもあこういうふうにみんな考えたりとか、みんなこんなことで困ってるんやとかさ、こんなことしたら面白いんちゃうっていうのをじゃあ実現しようっていうのがイベントやったから、だからそっから今年なんかはさやっぱほら全然こう大概なんかすれ違ったりとか、なんか人を返せばなんか面識があったりとかする中で、例えばドラゴン足とかって、いやすごいなと思いました。全然こうなかったけど、あって、でいやでもこうやってフェスがこうやってこれからもっと発展していくためにはこういうアプローチも絶対あった方がいいと、で勇気出してダメ元で聞いてみようっつって声かけたら、いいよって言ってくれて来てくれて、で最終めちゃくちゃ仲良くなって、古谷君だからすごい仲良くなって、でも今度だから飲もうって話になっちゃったりしてて、すごい、ね、そういうふうにどんどんなっていくから、貯金額あれだとしても、じゃあそのえ何個も口座はあるんですか。いやコンビニの ATM とかお金持ちでしょ、あの時に残高出るじゃない、あれとかってだって横から見られてますよ西川さん。マジで？きっといや分かんないけど、いやなんかさきっと西川さんはその ATM の下ろした後の残高がやべえと思うんだよ、いやそうだからなんかさレオとか得意そう、なんかさ栗で例えたらみたいな、なんかどういうこと。なんかさ、いや貯金額をなんか栗とかに例えたらみたいな、栗こしたり栗こしたり、うまく言いたいのじゃ。いやまあでもあれなんか栗こしたり変にテーマに1栗いくらぐらいでさしたらなんか出たやつ、いやそう額を言うの。あそうだね、いやそれ気になんないですか、そうやってこのATM とか行きます、お金自分で下ろさないですか。下ろす下ろす。あじゃあ高いと思う、あー行きたい買い物とか、あなるほど、さすがにはこれ高くてもうちょっと諦めよう、みたいな。いやうちの社長と前飯食いに行って、そしたらワインすっごい高級な寿司屋さん行って、ワインとかもじゃあ飲もうっつってワインこうリスト見てたら値段なんか僕ら見ないです、これいくらこれだ、じゃあ上から2番目っつったから限界そこだと思ったの、ラインとして、はい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 、それならここだみたいなこと。いやでもあれ俺だから物によるけど、お酒そんなにほらガバガバもないんから、いわばワインとかで高いとかもう5万とかになってきて、うわ高っと思うわけ。あでも自分の好きなものとかだからほら例えばなんかこれは1個しかなんか1個しかない、なんかこう化石みたいなアンモナイトみたいな、そんなとか何十万なんですか、アンモライトって本気で、アンモライト見てない、もう見ない、家にもうねあるよ。
玄関入ったところにあるよ、うん、あったっけそんな、うん、家できたばっかりなのに、うん、アンモナイトが転げ落ちちゃって、うん、あの地震でな地震で床壊れてそれでまたあの工事し直してそう張り替えてガンってなってからそうそうそうでかいんだからアンモナイト物にもよるかな石なんか自分の好きなもんにはなんかいいかなと思うけど、うん、けど結構あのワインとかもありましたよね家あるいやだからもらえないからもらいもんも多いんじゃないもらいもんが多いだから買わないもんだってあれ全部もらいもんシャンパンもだからこれもそうだしへ全部溜まってくる毎日だから毎日そのバイブとかイベントがあるたびにワインとかいろんなものもらうから大変このじゃあお寿司屋さんとか行ってウニワンカートンみたいなそういう頼み方とかワンカートンやっぱり間にカッパ混ぜようとかそういうなんかバランスはとりあえず高いもん上からみたいな違う違うまずさまず弁当でちょっと腹膨らましていこうって思わへんそう高いとこなんでやねん高いとこ行くあんま分かる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 ちょっと食べていくちょっと食べていこうって思う松屋挟んでから行くね焼き肉屋にでも今年っていうか今年のテーマがあって外食するならはい、基本ほらうちでも作るから、うん、せっかく外食するならテーマがあって座ったらなんか出てくるところに行きたい、何それいやだからほらなんか注文せずにってことそう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 え何それそれ何出てくるか分からへんのだからその信用するっていうかあシェフのお任せだったりとかでいいところ出してくれるでもそれって結局馴染みの店を作っていくそうそうだからあのそういうところの店だからそれが売りの店あんじゃん、はいはいはい、寿司屋なんかでもあります、ね、ほら毎日、ね、そこそこ座って確かに座ってあのどれがいいですかあれくださいこれくださいじゃなくて座った状態でここの今日はこれが美味しいとこ出ましたっていうのをそっと置いてくれるみたいなのを確かにいいですねっていうのをだってイタリアンなんかもなるほどそういうなるほどうちはこれがおしゃれやな嫌やな自分の好きお前何食べてんのいつもコンビニコンビニかなだか今日も弁当3つ食べたいやでもほらなんつーの俺とかもだからほら酒もギャンブルもしない、はい、でも本当に好きなアニメと、うんまあ、ゲームぐらいかなフィギュアとかフィギュアとかあの集まりすぎるからやめて自粛してるあ1個も集め出したらあとコミックな単行本 あれはもう1回やめてもうこれ以上やったらあかんと思ってもう棚がしなったりとか漫画喫茶漫画喫茶になるから1回前のうちそうだったから3階全部漫画だったからでやめだからこれはもう次引っ越す時やめようとだから漫画立ちをして、はいはいはい、今できるだけ見ないようにしててだからその代わりアニメとかは DVD だけはお願いからブルーレイだけ買おうっつってちょっとずつ食べてるんだけどそういうふうにしてちょっとずつバランス取ってあじゃあ我慢も見てる暇があんのかっていうのがそうだねこれがまたこうなんかねあのそういうのを小さいメディアに落として持って歩いたりとかするものもあったりとか、うん、ツアー中とかそうそうそうはいじゃあ次はレオ、はいはい、こちらで弟さんに聞いてみたいことこちらぶっちゃけいつまで現役でいる気ですかお前それはささんまさんとかに言う言葉やで本当にねさんまさんあのね後ろが疲れてるんだって話なんですよあのね、はいはい、俺まだまだ全然走り出してばかりよいやそうなのにいやその本当にすごいと思ってるんですあのおそらくぶっちゃけとか質問があったんで家で考えたの2日間うん結構ねないんですよないないないあの本当にメールとかも律儀じゃない、うん、いやもうもう表に出てないところも本当にしっかりしてるし後輩思いだしっつって、うん、こんな言い方あれですけど結構完璧なんですよいやこれねマジっすよ、うんうん、さっきも書いてたけど結構ねないんですよ西川さんにこう文句を言って直してほしいとかね、うん、ない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 そうそう、ね、全くないから、ねうん、もうこのままいくもうどういつまでだってドラマの主演もやってみる。